マティルダは、イングランドの王族。ノルマン朝のイングランド王ヘンリー一世と王妃である、スコットランド王マルカム三世の娘マティルダとの、間に生まれた王女。ウィリアムはデリン王子の姉で、プランタジネット朝の子祖ヘンリー二世の母。同じマティルダの名を持つ多くの歴史上の人物と、区別して、マティルダ皇后、モード皇后、イングランドのマティルダなどとも呼ばれる。 マティルダはイギリスにおける初の女性君主として知られる。ただし、実行支配者としてイングランドに君臨したのが、対立王を一時的に捕獲していた1141年の数ヶ月間に限られること、女王として退官することがついになかったこと、そして自らの手で王権を統合することができなかったことなどから、後世の家は、このマティルダを正当な君主として認めながらも、 歴代のイングランド王には数えないという玉虫色の扱いをするに立っている。モードは1102年に生まれた。最初に名付けられた名前はアデレードだったが、1114年、12歳で、神聖ローマ皇帝ハインリヒ五世と結婚して、皇后になった時、母の名前を取って、モードと改名した。1120年に、父の後継者と目された弟ウィリアム・アベリンが、 ホワイトシップの遭難で、事故死したことが、マティルダの環境が一変するきっかけになり、5年後の1125年に、夫が死ぬと、イングランドに返され、翌1126年に弟に代わる、父の後継者として貴族から認められた。1127年にも、貴族の制約が交わされ、その中には後に王位をめぐって対立することになる、ブロワケ出身のいとこのエティエンヌや、 母方のおじのスコットランド王デイビッド一世、イボ兄で、父の諸子のグロスター派クロバートもいた。1128年に今度はフランスに送られて、父と対立していた安住博兼、名の博古く五世が和睦のため政略結婚を計画、古く五世の息子で10歳年少のジョフロア4世と再婚した。ヘンリー一世とルク五世は1119年にも、 は僕として、それぞれの子女、ウィリアム・アデリンとマティルドを結婚させていたが、ホワイトシップの遭難で台無しになったため、再度政略結婚をまとめてマティルダとジョフロア4世の結婚に至った。なお、古く5世は結婚後、ジョフロア4世に安住百衣を譲ると旅に出て、エルサレム王としてご反省を送ることになる。マティルダは、 再婚に不満で、元皇后としての自負心からおを遠見下して、夫婦仲は悪かったが、1133年には、長男アンリを生む。ヘンリー一世は、孫の誕生に喜び、同年に貴族に、アンリへの真珠の誓いをさせたが、イングランド貴族たちからは結婚で、ノルマンディとイングランドが、宿敵安住家に乗っ取られる器具から反感を買い、マティルダは、 夫と共にノルマンディとアンジュ教会領域の城の支配権をヘンリー一世に要求して対立、善とは多難だった。1135年に父が死ぬとアンジュに泊まったが、その隙にエティエンヌがロンドンに入ってイングランドを掌握し、イングランドをスティーブンとなった。スティーブンはヘンリー一世の生前、1127年の制約で、 王いを要求しないことを重ねて制約していたため、マティルダは制約違反をローマ教皇庁に訴え出たが、スティーブンは弟がウィンチェスター司教ヘンリーだったことに加え、ローマ教会と友好関係にあったため却下された。しかし、王位三脱の過程で、教会や諸公に数多くの情報をしたスティーブンの王権は次第に弱体化してゆく。 諸侯の統制を失ったと見たマティルダは、1139年に、ノルマンディからイングランドに上陸、スティーブンとの間で王位を争って、戦いを始めた。この結果、スティーブンの知性は内乱に明け暮れることとなり、史上、無政府時代と呼ばれる時代が到来する。一方、夫は内乱に無関心で、ノルマンディ進行を優先。 1141年から1144年にかけてノルマンディを征服した。マティルダを支持するイボアニのグロスター博率いるアンジュ博派は1141年2月に第一次リンカーンの戦いでスティーブンを破り捕虜にするという大勝利を挙げた。マティルダはイングランド人の女君主を名乗ってロンドンにいたり、 ロンドン入場と共に退官して女王となる予定を立てていたが、これに先立って、ロンドン市から寄せられた減税の陳情を二べもなく却下したことから、ロンドン市民はマティルダに愛想をつかして、縄文を固く閉ざし、その入場を拒むに至った。そうこうするうちに、王妃マティルダ・オブ・ブロインが反撃に出て9月に、ウィンチェスターでグロスター博を捕獲。 捕虜交換でスティーブンは解放され間もなく内戦が再開。これでマティルダ大官の機会は永遠に失われた。スティーブンをいただく国王派はすでにイングランド全土でその権威を失っていたが、マティルダをいただくアンジュ博派もまた他方を制圧するだけの力がなく、以後の内戦は泥沼化したまま、年月きを費やした。1147年にグロスター博が死ぬと、 強力な支持者を失ったマティルダは、翌1148年2月に、フランスルーアンに帰ることを余儀なくされる。1151年には、夫も死去し、これで、アンジュー博派の力は著しく衰えてしまう。しかし、マティルダの長男アンリが成長するとともに、再び、アンジュー博派は力を得始めた。アンリは、父が征服したノルマンディ行為を得たのを皮切りに、 父の死後には、安住白衣を執着婚姻によって、妻、アリエノール・ダキテーヌが有する広大なアキテーヌ公領ガス購入公領ポワチェ白領なども得て、フランス国土の半分にも及ぶ、一大勢力を築くと、1153年1月に、大軍を率いて、イングランドに上陸した。対するスティーブンは1152年に王妃を、1153年8月に、 長男ユースタスを失い生き承知していた。そして双方で妥協をして、生涯にわたって、スティーブンの王位を認める代わりに、自らが、イングランド王位継承者となることを認めさせた。スティーブンは、翌1154年に死去し、約束通りアンリが、ヘンリー二世として、イングランド王に即位、ここに、プランタジネット朝が始まる。 マティルダはフランスに泊まったままその全てを見届け、1167年にひっそりとこの世を去った。傲慢で気性が激しい上、ドイツ育ちでイングランドに馴染みが薄いという欠点で内乱ではイングランドで支持を得られず、諸侯やロンドン市民から嫌われて女王になるチャンスを逃した。それがため、イングランドで女王は忌避され、1553年に シューダー長のメアリー一世が即位するまで女王は誕生しなかった。一方で、ルアンで身を引いた後も息子の行く末を見守りながら、ヘンリー二世に帝王学と人心昭和術を教え、大法官、トマス・ベケットのカンタベリー大司教任命に反対するなど息子に忠告している。また息子の嫁アリエノールにも、 自分と同じ資質を見出し、彼女にも、政治思想で影響を与えたとされる。二番目の夫ジョフロア四世との間に、以下の三子を設けた。アンリ・イングランド王、ノルマンディー皇、アキテーヌ公アンジュークジョフロアアンジュークメーヌクナントクギオーム・ポワチエ博、ABCDFGH 松村、p 六十四、森、p 十四、ルゴエレル。 P29, アサジ、P28,P29, キミズカ、P53,P55。森、P34、P35、ペルヌー、P188,P189, ペルヌー、P92、ルゴエレル、P29、P30, キミズカ、P55。森、P35, ペルヌー、P189,P190, ルゴエレル。 P30P31、P 30, P 31, 朝サ P29、P 29, 君塚、P55P56。森、P37P38、キリ P75、石井、P195、ペルヌー、P92P93、ルゴエレル、P31P33、朝サ P29P31、君塚、P56P60。森、 P38P39、P 38, P 39, ペルヌー、P192P193、アサジ、P30、君塚、P61P62、AB アサジ、P31、森、P39、ペルヌー、P193P194、君塚、P62、森、P39P40、キリュウ、P92P96、石。 P220P223P252P253 ペルヌー、P118P121 ルゴエレル、P34P39 君塚、P62P64 ペルヌー、P173 キリュウ、P99P100P111P112 イシー、P221P22 ペルヌー、P120 君塚、 P58、P65、P66、P190、P191、P200。ありがとうございます。